海と日本プロジェクト。4月入学式前のオリエンテーリング、センター福祉科学科の方の専門教育ガイダンスということになりますので、教室にいる皆さんが入学した福井県立大学海洋生物資源学部先端造養殖科学科、水産養殖を専門的に学ぶ全国初の学科です。養殖に適した新魚種の開発、短期間で上質に育てる飼育技術、ブランド化、流通など専門知識からビジネス面まで幅広く研究を行います。小さい頃から魚が好きで、こういう日本海側で初めて養殖ができるということで、その波が激しいからそういうところでの養殖に興味があったからです。漁業の従事する人がだんだん少なくなっている現状なんですけど、やっぱりそういう事業が回復するには、もうなんかなんというか養殖がやっぱり促進の手助けになるんじゃないかなっていうふうに思って、この学科に入学しました。漁業生産量のおよそ半分を占める養殖、世界の人口増加に伴い魚介類の消費がさらに増えると予想されています。漁業資源の維持や再生のため、養殖は今後も欠かすことができません。養殖というのは実学ですので、より実践的なことをしっかりと身につけてもらうということ、基礎的なことを学んだ上でそれを実践的に、使えるようにする、そういったことを大学では学んでもらいたいというふうに思っています。海と日本。